本当のことを教えてくれるまで睨み続けます。やっとこっち見た。うん、やっぱり私は家族のみんなが好き。順でいいのかな。それが学生の本分だからだ。以上。この人ってもしかして生徒さん？あの、よかったらうちでご飯食べていきませんか？風太郎、忘れ物だぞ。ですが、一番にならずともあなたたちは一人一人特別です。上杉君、これからも励み構えよ。本当にいるんだ。ドラマでしか見たことないよ。元妻だ。つまり私は君のお父さんだ。いつもうちの風太郎がお世話になってます。竹林と申します。風太郎とは小学生からの同級生です。